はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回も中華ハゲレート2プレイしていきます。はい、今回はですね、前回というか以前にもやった、企画なんですけども、また高いところですね、高所に登るというのをね、ちょっとまた面白いところ見つかったんで、一つだけなんですけど、はい、動画にしていきたいなと思います。それでですね、その場所が、カジノの上、これね一回試してたんですけど、動画外で、まあ全く登れる気配なかったんですよ。ただね、それで情報をもらってですね、情報をくれた方ありがとうございます。ですね、カジノの上登れるみたいなんで、今回はそれを試していきたいなと思います。でパーツですね、まずこんな感じ、まあ最高のパーツつけてます。じゃあ行きましょうか。カジノのあるサンドポリス、はい、サンドポリスのこのカジノ見えるかな。まだ見えないな、ちょっとラジオもつけとこう。あれですね、かなり高いと思うんですけど、こうやって登ろうとしても、おお、結構登れそうだな結構登れそうだけど、結構登れそうだったな今。まあ登れないですね、こんな感じで。こうやっては登れるのかな。登れる気配はないな。結構これで登れるんだけどはい、登れませんね。でもね、この、これに飛び移れる場所があるみたいなんで、そこにまず行きたいんですけど、ここですね、このなんかピラミッドみたいな、キングさん、一回家訪ねておこうか貸してもらいますよって言っとこう。多分サッカーの、このチョロ Q サッカーの神様的存在だと思うんですけど、キングカズ的なこいつですね。まあサッカーボール届けてあげたやつですね、キングさん。でこの人の家もう挨拶行ったんでね、多分使ってもいいと思います、屋根の上いいでしょう、まあお金持ちなんで許してくれるでしょう、ちょっとぐらい壊れても。でそれでですね、まずあそこに行くのがまずと大変というか、まあこっちさえ分かってれば全然大丈夫なんですけど、知らなかったら結構迷いますね。こっからこんな感じで、あれこんな感じで飛んだら、あの屋根の上に行けるんで、まずそれを成功させたい。ちょっと手前ぐらいからで、あ、行っていった。これで屋根の上に登りました。これも一応登れるんですけどね、このピラミッド。普通だってだったら直進というか、これだと登れないんですけど全然。まあ、あとでこれでも登れるんですけど。めちゃくちゃだな、説明が。まあね、相当加速しないと登れない。これだと結構簡単に、こんな感じで登っていきます。まあ、今回はこの方法じゃなくてですね、体当たり方式で、どれぐらい下がったらいいかな。で、フライトウィングを上に飛ぶようにしといて、あ、こんな。マジかこれ、柵というかあれないのか、ちょっとやり直します。はい、戻ってきました。これでいきましょうか。さあこれでこんな感じ、ガツガツやったらいつか登れるんで。変、登れないななんだ登れないな、加速が足りなかったかな。あ、行った行った、あれ行ってない行ってないって、あれなんだ、うまくいかないな。こっちからにしようか。ん？どうした？うまくいかない。やばいな、焦るな。はい、夜になってですね。うん、なんか光の光線が出てるんですよね。光が漏れてるのかな？結構強い光線だな。さすが金持ち。お、来た。うわ、ミスったか。どっち行ってるこれ。うわー、全然だ。いけるかな？見せた。横でもいいけど。お、来たかな。いい感じ、いい感じ。いい感じだが、飛びすぎた、飛びすぎたか。
飛びすぎた。うわ、変な方向飛んでんな。うわ、強すぎる。一瞬でやめないとダメだな。ちょっと通り過ぎた。お、行ってない。おお、行った。いや、別のところに行ってしまったんだけど。行けましたね。こっから一望できるかな。これが難しいんだよな。おお、高いですね。え、でも思ったほどあっちの方と変わらない気もするけど。え、こっちも そこまで高くないよな。これ結構高いところだもんな。え、これカジノだな。オレンジというか黄色見えるから。え、どうなんだろう。微妙な結果に終わったかな。こっちのなんかこっちのビルの方が高く見えたんだけど、高くはないけど同じぐらいか。この青いビルと、え、あんだけ高いように見えるんだけど、あ、高いな。この青いビルも高いな。あ、でも、え、どっちが高いかって言ったら絶対カジノの方が高いと思うけど、はい。なんか微妙な感じで終わりそうなんですけど、こんな感じでいいかな、今回は。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。